はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、今日はですね、こちら今コマーシャルでやっててすっごい気になってたフライドポテトゴールドスタイル食塩不使用っていうやつ、コマーシャルでやっててすごい気になって、ドラッグストア行ったら98円で売ってたのでちょっと買ってきました。はい、なので今日はこれをちょっと食レポしてみたいと思います。はい、開けますね。匂いは、きつた。匂いはポテトチップスの匂いします。ではいただいてみたいと思います。何これ。まるで塩を使っているかのような美味しさの食塩不使用ポテトチップス。隠し味としてバターのコクと香り、黒胡椒のキレ。あー、だからか。めっちゃ美味しいんだけど。全然ね、味がある。あのね、塩、食塩不使用って言ってるぐらいだから塩味がないのかなって感じるのかなと思うんだけど、私も最初食塩不使用って書いてあって食べたら、あれ塩の味がするっていう風になるのかなと思ったんだけど、そうじゃない、全然。やっぱりバターのコクって、隠し味としてバターのコクって書いてあるから、バターの味っていうか、私はコンソメに近い味がする、ポテトチップスのコンソメ。めちゃくちゃ美味しいよ。止まんない。なんだろう、私は胡椒の味もするかな。黒胡椒のキレって書いてあるから、黒胡椒の味もちょっとするんだけど、でもそのバターの味と黒胡椒と相まって、もうね、コンソメっていう感じ、すごいコンソメ食べてるのかなっていう感じがする。私はすごい、何がそうさせるんだろう。やみつきエンドレス製法って書いてあるんだけど、ここにね、
やみつきエンドレス製法。わかる。止まんない。全然ね、なんだろう、塩とはかけ離れてる味が。だからなんだろうね、私が思ってた食塩不使用って言いながら塩味のポテトチップスなんじゃないのっていうのとはもう全然違うね。むしろ塩味じゃない。私の感想はコンソメ。うん、コンソメ、うん、私はコンソメだと思っちゃってる。なんだろう、バターがそうさ思わせるのかな。うん、でもね、めっちゃ、あ、ここにも書いてあるね、やみつきエンドレス製法って本当にやみつきになる。美味しい。これはおすすめします。うん。もっちゃんママのおすすめ商品です。これ、ゴールドスタイル。また、98円で売ってたら、98円じゃなかったら買わないかな。っていうかもうお金がないからなるべく安く買いたいっていうのがあるんだけど、うん、安く売ってたらまた買いたい。かといって今日すぐまたリピに買いに行くかって言われたらそんなことはないんだけれども、そう、でもあって安かったら買う。美味しい。うん、私あんまりね、お菓子食べる派の人じゃないんだけど、どっちかっていうとアイスとかそっちの方が好きなタイプなのね。だからお菓子とかあんま食べる派じゃないんだけど、ちょっと気になったので買ってみて食べてみたんだけど、めちゃくちゃ美味しかった。うん、うん、本当に美味しい。すごいね、本当にいろんなの思いつくね、食品会社さんっていうかお菓子会社さん、すごいよね。これ塩入ってない、うん、あ、塩入ってないとは思えない、しょっぱい感じもあるよ全然。うん、コンソメっぽいから、コンソメってそもそも塩入ってるよね。うん、すごいね、いろいろ考えるね。うん、めちゃめちゃ美味しくいただかせていただきました。はい、ということでね、今日は湖池屋のゴールドスタイル食塩不使用のフライドポテト食べてみました。やみつきエンドレス製法、
うん、やみつくかも。美味しい、本当に。うん、ぜひ皆さんも見つけたらぜひ食べてみてください。はい、おすすめです。はい、では今日はこの小池屋フライドポテトゴールドスタイルを紹介しました。本日もの動画をご覧いただきましてどうもありがとうございます。そしていつもいつもご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。もう本当に感謝感謝感謝です。あ、本当にありがとうございます。はい、ではまた次の動画でお会いできたらと思います。それではバイバイ。